鍼灸整骨治療の精霊風峰ハリスと鳥サルモンが送るグレートギフト第7話ドラマ考察スタートします。ドラマのラストでついに創造者がクルメであることが明かされる衝撃的な展開になりましたよね。はい、回を追って本当にどんどんと面白くなるなというふうに思います。ということで今日の考察内容としては、まず一つ目、今まで藤巻が真犯人により殺されなかった謎、そして二つ目、稲葉殺しの犯人の謎と、リストの名前についてというところを考察していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。ということで第7話考察をお伝えしていきましょう。まずはドラマの紹介をしておきます。グレートギフト、テレビ朝日木曜夜9時スタートのドラマ、みんなでドラマを見て僕たちがやっている直後感想会を楽しみつつ一緒にドラマ考察をして盛り上がりましょう。それでは早速本日の考察お伝えしていきます。ではまずこちらから行ってみましょうもんか。はい、まずは明らかになった事実をお伝えします。はい、そして次はこちら。次に新たに発生した謎と考察点お伝えしましょう。はい、では早速行ってみたいと思います。どどん。明らかになった事実、まず1つ目、改良型オクトセブンとギフトの違いが判明した。殺害された板橋から抽出した細菌を確認したところ、ギフトと色や形に違いがあることが判明しました。そしてその細菌は改良型オクトセブンというふうに、情報が載っていました。これはね、予告ページに記載された情報になります。改良型オクトセブンと従来の旧オクトセブンであるギフトについてはそれ以外の場所もね、違いがありまして後に分かることとなりますので、その際に詳細をお伝えします。2つの細菌の名前が出てきてややこしくなってきたなというふうな印象です。次回の予告ページによると、新しく出てきた板橋を殺した細菌は改良型のオクトセブンになるということでした。では続いてはこちら。板橋殺しについて、分かったことがあったのでまとめてみました。板橋殺しの犯人を突き止めるために神林が捜査に、乗り出しました。その際分かったことをお�伝えしましょう。ということでまず1つ目、板橋の入院していた病室601号室にはカメラの死角になっていて、部屋への出入りをカメラで確認することはできないということ。そして2つ目、外から続く非常階段から直接601号室に入ればカメラに映らずに入室が可能。そして3つ目、ラボに仕掛けられていた盗聴器は専用の受信機で音を拾うタイプということで、受信範囲は300メートル程度、中継機を置けば理論上どこからでも聞くことができるものということでした。そして4つ目、盗聴器が仕掛けられたのはギフトが作られ始めた11月15日から部屋に鍵が付けられるようになった1月6日までの間というふうに推測されるということでした。そして5つ目、真犯人はアタゴを殺害していることから、アタゴと何らかのつながりがある可能性があるということを指摘していました。以上のことが判明しました。続いてはこちら。国立生命理工学研究所とアタゴ元総理が関係していたということです。10年前にアタゴ元首相の肝入りで設立されたのが国立生命理工学研究所だったということが分かりました。この施設は真帆の手術でも使われた心筋シートを研究していた施設でもあるという話でした。真犯人はもしかすると心筋シート絡みで何か被害を受けた可能性がある人物なのかもしれないなというふうに思いました。真帆の心筋シートは奥野からのご利用しで許可が通った経緯がありましたよね。ここでも心筋シートの話が出てきて、しかもアタゴがそれに絡んでいたとなると何かの伏線のようにも思いました。そして次がこちら。真犯人に殺害された人は余命宣告を受けていた。板橋は、子宮体がんのために余命宣告を受けていたということは分かりました。そして居酒屋のオーナーだった安田も終末期の患者でした。真犯人は今までも終末期の患者にオクトセブンを使っていた可能性が浮上しました。犯人は安楽死のつもりでオクトセブンを使っていたということなのかもしれません。今まで共通点がなかったのですが、ここで死亡した患者の共通点が、提示されたということになります。
終末期患者に対して何か特別な思い入れがある人物が犯人の可能性があるということなのかもしれません。そして次はこちら、生命圏出身の北本もオクトセブンについて知っていた。新種の球菌については発見した月と日付を名前につけるというルールがあったということでしたね。オクトセブンは10月7日に発見された細菌だということが分かりました。そしてオクトセブンは危険度 B ランクに分類され、生命圏にて発見された球菌の中で最も危険な球菌として、みんなに把握されていたということでした。そして次にこちら、改良型オクトセブンはコピー不可能な球菌。藤巻が板橋から検出された改良型オクトセブンを培養していたところ、全て死滅し始めました。ここで真犯人からの連絡によって改良型オクトセブンと旧オクトセブンであるギフトの違いが判明しました。旧オクトセブンであるギフトは1種類の培地さえ用意できれば培養ができます。しかし改良型オクトセブンは1種類の培地では培養が続かず死滅するということ、これが違いでした。培養で改良型オクトセブンを増やす場合、培地を切り替えて培養を続ける必要があるということです。しかし培地を複数用意することは難しくて、簡単には培養ができないという話でした。つまり改良型オクトセブンは細菌を抽出して培養しようとしても培地の関係上コピーができないということがね、分かりました。そして次にこちら、藤巻がラボと住居を兼ねた新居に引っ越すことになりました。病院の独身寮が病院から徒歩3分の位置にあり、そこに藤巻はラボ兼自宅として引っ越しをすることになりました。広さは 2DK 45平米の広さになりまして、一室はラボとして利用されるため必要な機材が搬入されます。藤巻は広すぎるくらいだと喜んでいましたが、実質藤巻が使えるのは一室なので結構狭いのではないかと僕は思いましたね。そしてこれで24時間ギフトのことを管理しないといけないことになりましたので、本格的にギフト生産工場の所長として白鳥の奴隷のように働かされる日々になりそうな予感しかね、僕はないなと思ったんですけど、どうです？確かにそう思いますもんね。はい、藤巻はこの状況に疑問を持っていないのか、それとも何か策があるのか、この先の展開が楽しみだなと思いました。はい、そして次がこちら、藤巻の引っ越し先のマンションに奈良も住んでいることが判明しました。藤巻の自宅の確認をして帰ろうとした時、奈良もそこに現れました。ラボ兼自宅は病院の独身寮なので奈良もそこに住んでいるという話でした。これでもし奈良が僕の想定通り真犯人ならば、奈良の自宅とラボが近くなったために盗聴や盗撮がやり放題になった可能性が出たなと思いました。確かにね。ですよね、うん。そして次はこちら、真帆と軍司の妻霞が接触した。病院内に仲良しさんがいる軍司の妻霞が、真帆が病院を訪れることを聞きつけて会いに来ましたよね、うん。そこで霞は軍司を理事長に押し込むための工作を真帆に提案しました。そして霞は真帆が軍司の愛人であることは分かった上で、真帆を取り込み利用しようとしていることまで判明しました。霞は病院内の情報源、つまり仲良しさんから藤巻と久留米のことを把握して、ギフトについてまでも存在を知っているかのように振る舞っていましたよね。霞は軍司と鶴巻との不倫も把握していましてですね、それすらも利用して軍司を操ろうとしていました。おそらく霞と親しくしている病院内の仲良しさんという人物、これはね、奈良だと思われますよね、はい。そしてもし仮に奈良が霞にギフトのことまでも伝えていたとしたら、それはもうギフトを持ち込んだ人物が奈良ということになるというふうに思うんですよ。なぜかというと、ギフトチームから奈良にギフトの情報が漏れることはないですよね、うん。となると情報を漏らすには最初からギフトの存在を知っている必要が出てくるかなと思ったんです。よって霞と仲良くしている人が奈良だった場合、ギフトを持ち込んだ真犯人が奈良というふうに判断できそうかなと思いました。そうね。そして次にこちら、生命圏の元所長稲葉から話を聞けた。
神林と藤巻は稲葉の元を訪れて、ギフトによる殺人が起きていることを伝え、稲葉の反応を見ました。すると何かを知っている様子で、少し考えさせてほしいというふうに返答しました。その後、神林と藤巻が稲葉の元を立ち去る様子を謎の人物が見ていて、外出をした稲葉に給金を打ち込み殺してしまいましたね。その際、稲葉はやはり君かと殺人者とは面識がある様子でした。そして、報いだな、計画を止めなかった私の責任だとつぶやいて死亡してしまいました。稲葉はおそらく犯人が捕まることで何かの秘密が漏れて、その結果自分の名前が出る可能性があったから、すぐに、神林や藤巻に犯人の名前を出すことができなかったのではないかなというふうに思いました。稲葉が殺害される際、真犯人が歩く姿が初めて映りました。初号感想会では、歩き方から女性の可能性が高いという声が多いように思いましたよね。うん、この日の病院の勤務記録で奈良がどういう勤務状況だったのかを確認できれば、奈良が稲葉を殺害したのか、どうなのかということが確認できそうだなというふうに思いました。そして次にこちら、藤巻のバッグに GPS の追跡装置が仕掛けられていた。稲葉が殺害されたことを受けて、神林は真犯人に情報が漏れていたことを考えてラボを確認しました。すると藤巻のバッグから GPS の発信機が見つかりました。真犯人は藤巻の追跡をすることで稲葉にたどり着き、殺害に至ったようです。そして次はこちら、神林が一本ギフトをラボから持ち出した。真犯人が関係者を殺害して捜査を妨害したことから、こちらも武装しないといけないと考え、神林がギフトをラボから1本持ち出しましたよね。うん、これは白鳥の指示という話でした。この件なんですけど、はい、藤巻が白鳥に確認すればすぐ分かりますよね。うん、だからね、嘘ではないかなというふうに思いました。この1本が後に久留米に刺されることになる注射器の中に入っているギフトになるのかもしれませんね。そうね。そして次はこちら、久留米が旧オクトセブンの創造者だということが判明しました。ドラマラストにて生命権のリストが公開され、そこには久留米の名前がありました。そして久留米にギフトの注射器で脅しをかけることで、オクトセブンの創造者ということが明らかになりました。次回予告では創造者ではあるが、明鏡にオクトセブンを持ち込んだのは自分ではないと記載されています。よって真犯人が別にいるということになります。おそらく次回答え合わせができると思いますので、それを待ちたいと思います。では続いてこちら行ってみましょう。もん、新たに発生した謎と考察点、今まで藤巻が真犯人により殺されなかった謎ということなんですが、はい、久留米と藤巻は食卓を囲みながら真犯人の考察をしていました。そして藤巻は第一に殺されてもおかしくないにもかかわらず、殺害されずにいる謎に行き当たりました。もし仮に奈良が犯人だとしたならばなんですが、その理由は何なのかというところを考えてみました。はい、それがこちら、藤巻は久留米の尊敬する人だから殺されてないっていうことなんですけどね。うん、藤巻は久留米が人として好きな人ですよね。はい、これは第4話第5話のあたりにね、藤巻に告白をしていたことから明らかになったと思います。そして奈良は久留米のことを慕っていて、そんな久留米と藤巻をくっつけたがっていますよね。うん、こうした人間関係から奈良は久留米の尊敬する藤巻だからこそ藤巻を生かしているのではないかというふうに思いました。そして奈良が久留米を慕う真の理由には、おそらくオクトセブンが関係しているのではないかというふうに僕は考えています。それは次のことになります。はい、こちら、久留米が旧オクトセブンの生みの親だから奈良は慕っているんじゃないかと思うんですよね。なるほど。もし仮に奈良が真犯人ならば、オクトセブンの凄さよく理解してますよね。うん、だからこそ実は奈良は久留米のことを旧オクトセブンの開発者だと知っているからこそ、久留米のことを尊敬しているんじゃないかなというふうに僕は思いました。
奈良は本坊にも言っていたように久留米のことを慕っているという設定になってますよね、うん、相関図にも久留米のことを慕っていると記されております。これは単純に久留米が直属の先輩だからそういう設定があるのかというふうに思ってしまいますが、実は奈良は旧オクトセブンの生みの親として久留米のことを真に尊敬しているとしたらね、どうなのかなというふうに思ったんですよね、うん、これらの設定や奈良の久留米に対する行動もね、ちょっと納得ができるように思ったんです。はい、はい、そして次がこちらということで、奈良にとって久留米は神ということなんじゃないかなって思ったんですよね。なるほどね。つまり奈良にとって久留米は神みたいな存在だからという理由で久留米を特別視している可能性があるんじゃないかと僕は思ったんです。ギフトは神が作った贈り物というふうに白鳥は形容してましたよね、うん、ギフトであるあの旧オクトセブンを作ったのが久留米ならばですよ、奈良にとっては久留米は神と言ってもいいぐらいの存在、久留米に浸水しているのではないかというふうに思ったんですよ。だからこそ久留米が藤巻を尊敬しているならば藤巻は奈良のターゲットにはならないのではないかなというふうに思ったわけですね。ただもし仮に奈良がこうした思考回路なんであればですね、まあ、相当狂ってると思うんですよね。確かに生命権絡みでアタゴが殺されたという話もありましたので、そこにちゃんとした動機があってアタゴ殺害に至ったのであれば奈良は少なくとも狂ってるわけではないというふうに思うんですよ。そちらの方がまだ人としてはマシな気はするので、今後奈良が狂った人なのかそうでないのかという部分について回答を待ちたいと思います。では次にこちらですもん。稲葉殺しの犯人の謎とリストの名前についてということです。神林と藤巻がオクトセブンの件を聞き込みに生命圏の元所長稲葉の元へ向かいましたよね。その後藤巻たちが帰宅した後に稲葉は何者かの手によってギフトを送られて殺害されてしまいました。一体誰が殺したのかという謎が発生しました。はい、そして次がこちら、うん、ということで、まあ、殺したのは奈良の可能性があるというふうに僕は思っております、うん、おそらくはギフトを病院に持ち込んだ真犯人の可能性が高い奈良が、稲葉を殺害したというふうに僕は考えています。稲葉は死の間際犯人と対峙した際に犯人のことを知っているような発言をしていましたよね、うん、そう考えた場合稲葉は生命圏の元所長だったことからも真犯人も当然生命圏の元職員という可能性が高くなるんじゃないかなというふうに思っています。そこで7話ラストで登場した生命圏の職員リストの中に誰か相関図上の人物の名前が他にいないかという確認をしてみました。まあしかしさすがにそれらしい名前見当たりませんでした。そっかそうなんですよね。ただですね、はい、神林は犯人は職歴を変えて名教に入ってきている可能性もあるということを言っていましたので、まあ、そのあたりも踏まえて改めて何かヒントになるものはないかと思いましてリストを見返しました、するとあるキャラクターとちょっとした一致点がある人物の名前がリスト上にありました。なのでそれを紹介しておきましょう。はい、それがこちら早川杏子という人物と奈良との一致点。リスト上を見ると名前の一致はありませんでした。なので少し方向性を変えて生年月日の部分でキャラクターの年齢と一致がないのかを見てみたんですね、うん、すると早川杏子という人物がおそらくは奈良と同じ26歳、現時点ではね、ということがリストから見て分かりました。ほうほう、ということで次の画像、はい、こちら、はい、こちらの人ですね、うん、早川杏子1997年生まれというふうに記載されています。で早川杏子は2023年ドラマが始まった時点であれば、26歳になるんですね、うん、そしてリスト上彼女は分子構造研究部研究員というふうになっていて、で久留米は細胞構造研究部研究員というふうになってるんですよ。つまり2人は部が違うので生命圏では顔を合わせていませんから、もし仮に早川杏子と奈良が同一人物であって、久留米と名教で同じ部署になったとしても、久留米は名前が違う奈良には気づかないのかなというふうに思ったんですね、うんうん、そしてリスト上でも久留米と早川杏子は5歳差、相関図の設定年齢の差も
5歳差で同じになるんですよね。よってもしリストにヒントがあるとするならば、早川杏子と奈良は同一人物である可能性もあるのではというふうに僕は考えてみました。まあしかしながら結構強引な考え方ではあるので、この考え方が合っているかは正直微妙なところかなというふうな思いもあります。だからリストに名前があるないというのはそれほどこだわる必要はないかとは思っています。一応こうした考え方もあるということで紹介させていただきました。真犯人の正体としては奈良という方向性で考察は維持したいと思っております。もしかすると共犯者がねいるかもしれませんけども、まあ、今のところドラマ内では痕跡が一切ないので、そこはね答え合わせを待ちたいと思っています。いや問題はね動機なんですよ、はい、ここが今後の焦点になるのではないかというふうに感じました。ということで以上になりますが、いかがですか。そうね、まあその感想会で言ってた、はい、その犯人の足がちょっと見えたところ、はい、そうですね、うん、そこもねなんか僕も女性かなっていうふうに思って、うん、となると相関図的にね、まあこれもう考察とは違いますもんね、はい、もう奈良しかいないんですもんね。そうなのよ、うん、で他の考察動画のカスタムサムネイルとかちらっと見てみたんですけど、はい、まあ、やっぱり奈良っていう人が多いかなと思いましたね、まあ、もしかすると共犯者でアルカナムのボーイあたりが噛んでくる可能性もあるかなと思うんですけどね、うんうんうん、だって病院内の仲良しさんいるじゃないですか、はい、まあ、あれが確実に名教の中の病院関係者でしょ、はい、でそして奥さんと仲良くできるって女性じゃないですか、うん、もう奈良しかいないですよね。奈良しかいないもんね、こう噂話が好きとかね。いやそうなんですよ、うん、そういうのも合わせて、そうしっかりともうね1話ぐらいからずっと伏線来てますからね、はいはい、まあ、だからこのあたりの答え合わせを、待ちつつ、そしてやっぱり一番気になるのは動機じゃないですか。そう、ここなんですよね、はい、なんでこんなことしてるのかっていうところをね、はい、待ちたいと思います、うん、それではチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。